新百合ヶ丘レガートプレイスは357家族のための伸びやかな景観と、さらに広い敷地を潤いで満たす1100本を超える植栽により、敷地東側に建設予定の昭和音楽大学とを結んでグリーンネットワークを形成します。各施設をつなぐ緑のネットワークというのを大事にしております。住宅ですとか、まあ、商業施設ですとか、あるいは学校ですとか、そういうものを行き来する中でですね、緑の遊歩道というのは非常に大事なものだと思います。そういう緑のネットワークを充実させることによって快適さというのを味わっていただければいいなというふうに思っています。日差しのある車寄せを設けた品格あふれるエントランス。パーキングは景観へ配慮して全て屋内式。ホテルに住まうようなさまざまなフロントサービスメニュー、365日24時間有人管理とオンラインセキュリティシステム。エントランスからフロントを通り、住まう方が楽しめるプライベートな中庭、レガートガーデン。共用空間にはゲストルームやレガートホール、シアタールームなどを用意しました。この街とこの緑と美しいシンフォニーを描く新百合ヶ丘レガートプレイス。今新百合ヶ丘は公共の街へ。新百合ヶ丘レガートプレイス。自然と文化がハーモニーを奏でる風景に出会いました。今新百合ヶ丘は公共の街へ。新百合ヶ丘レガートプレイス誕生。